実用英語技能検定。実用英語技能検定は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する英語技能の検定である。一般に英語検定、または英検と呼ばれる。2016年1月までの一次試験に関しては、一次試験の回答方法は4試選択を基本としており、2004年度から2015年度までの級の英作文は、 電子メールの返信という形式で100ワード前後、及び1級では、エッセイ形式で200ワード前後の英作文が含まれていた。そして、1級から3級までの一次試験合格者は、2次試験として、面接委員との英語による面接試験が実施される。また4級及び5級は、2016年度より、希望者のみの録音型スピーキングテストを受けることができるようになった。 日本英語検定協会は、実用英語技能検定のほかに、英検ジュニア、旧、児童英検、英検イバ、アイエルツ、ティップ、ブラッツなどを合わせて、英検ブランドと総称している。2014年度の志願者数は、実用英語技能検定、英検ジュニア、英検、イバを合わせて、約263万人。志願者の割合は、 中学校と高等学校の生徒が約7割となっている。2012年度の場合2級から5級の受験者が実用英語技能検定受験者の95%以上を占めた。中学校、高等学校、大学、大学院などでは取得級に応じて合格判定で優先されたり内申点に加算されたりする優遇措置があるほか入学後に 英語科目の単位として認定されることがある。また、一定の級やスコアの取得が、出願条件になっている場合もある。一級の合格者は、通訳案内資試験の筆記試験のうち、外国語、英語が免除される。準二級から一級の取得者は、高等学校卒業程度認定試験の試験科目、英語が免除となる。二級以上の合格者は、 警視庁の警察官採用試験の第一次試験の成績の一部に利用される。工業高等学校及び高等専門学校のジュニアマイスター検証制度では、準1級から1級の合格者には二0ポイントが、2級合格者には7ポイントが、準2級合格者には4ポイントが付与される。日本英語検定協会によれば、実用英語技能検定は、米国、 オーストラリア、カナダ、ニュージーランド等で約400の教育機関で認められている。英検を留学資格として利用する場合は、合格証明書の発行日より2年間有効であり、また出願先が独自に有効期間を設けている場合がある。都道府県教育委員会のうち3分の1が語学教師の就職選考で英検スコアを要求する。英検は、 個人が学習の進捗を図るのに使うよう設計されており、コミュニケーション能力、または英語運用能力の水準を判定するには不十分だとエドワード・ソリックは2012年に表した。文部省社会教育審議会の1961年の答申を受けて、1963年日本英語検定協会が設立され、文部省の講演を受けて、同年8月に、 1> 第1回検定が実施された。1級、2級、3級が設けられ、志願者数は37,663名であった。1966年に4級が新設される。1968年2月、社会教育上奨励すべきものとして、文部省、言文部科学省から認定を受ける。1987年、11級及び5級が新設される。 1994年、準2級が新設され、超解力試験の名称はヒアリングからリスニングへ変更し、また年間受験者数が300万人を超えた。2001年、すべての級が年3回実施となる。2005年に、文部科学省の技能審査認定制度が廃止されたことにより、2006年、文部科学省講演の検定となる。2012年4月、 日本英語検定協会が公益財団法人へ移行。9の種類として5級4級3級、準2級2級、準1級1級,級が設定されている。なお隣接した級であれば2つの級の試験を同一試験日に受けることのできるダブル受験制度がある。5級及び4級は一次試験のみで合否の判定が行われる。三級から一級では二次試験があり。 一次試験で合格基準を満たした受験者は二次試験を受験することができる。ただし、2016年度から4級及び5級においてもスピーキングテストが導入され、4級及び5級は一次試験の合否に関わらず全ての受験者がスピーキングテストを受験することが可能であり、筆記試験とスピーキングテストの合否は別個に判定される。 一次試験では筆記試験とリスニングテストが行われる。5級、4級の回答はマークシート方式で行い、3級、準2級、2級、準1級、および1級ではマークシート方式、および A 作文問題が記述式となっている。各級とも筆記試験に引き続き、リスニングテストが行われる。2004年度の第1回の試験より、 準二級二級ではリスニングが20問から30問に、筆記が50問から45問になった。英作文が加わったため、試験時間が長くなった。2016年1月までの英作文の問題は、準一級では1 0語程度で電子メールの返信を執筆する問題であり、一級では200語、前後で政治や社会問題などに関する指定されたトピックに関して指定された。 キーワードを用いて記述する。筆記試験とリスニングテストを総合した評価が各級の合格基準を満たす場合に一時、試験合格となる。また、日曜日に実施された直近3回分の試験問題、リスニング問題の音声、回答、A 作文回答例が実用英語技能検定の公式ウェブサイトに掲載される2017年3月現在。 一次試験では試験後に問題冊子を持ち帰ることができる。そして、一次試験の回答は試験の翌日に実用英語技能検定の公式ウェブサイト上で公開される。その後、2015年度までは一次試験の合格最低点が公表され、各々の,の受験者の合否や得点がインターネット上の個人のアカウント上で発表される。また、 一次試験の問題文は1級と、準1級は、英語で記載され、2級から5級は2015年10月に、実施された2015年2回までは日本語で記載されていたが、2016年1月に実施された2015年3回からは、日本語、英語、朝鮮語、中国語、スペイン語、ポルトガル語のいずれかの言語で記載されるようになった。 1>, 1級から4級の都道府県県庁所在地の本会場試験と2級から5級の準会場試験とで受験者の申請に基づいて障害者に関する特別措置を講じている。2007年の調査によると英検の視覚障害者向けのリスニングは音声指示のみで行われ選択肢や説問を読む必要のある視覚障害者向けセンター試験英語リスニング試験により受験者にとって優しい。 二次試験の場合、A 日程になる。2016年度第1回検定より、以下の点が変更となる。二級及び、準二級の一次試験が、2015年11月、現在、決められた試験日に13都市の会場でコンピューターを使って受けられる。また、二次試験については、通常の試験会場かに都市で実施されるコンピューターを使用したオンライン受験を選択することができる。 一次試験の問題は、通常の試験とは異なる問題が使用されるが、同じ制作基準で作られており、有利不利が生じないように設計されている。CBET で合格した場合、通常の英検と同じ資格が得られ、合格証書、合格証明書も同じものが発行される。1級から5級の7つの級における合否で評価され、2015年度から G スコアも併記される。 読むこと、聞くこと、話すこと、書くことの四つの技能について、各級ごとの合格者の自信の度合いを表す、英検キャン、ドゥーリストがまとめられている。英語の技能ごとの能力を絶対指数で示した、チェイスコアが2015年度第一回試験の成績表から併記されるようになった。また、2016年度第一回試験からはこのチェイスコアで合否が判定されるようになった。 2017年4月現在、5級と4級では、リーディング・リスニング・スピーキングの3技能を、3級から1級では、ライティングを加えた4技能を評価する。各級での合格の基準となるチェイスコアと、技能別の満点スコアは以下の通りである。なお、同じ級であれば、どの技能も満点は同じである。合格ラインに対して、どの程度の実力だったのかを示す指標。 G というように表され、G の次の数字は受験級を表す。プラスマイナス例が合格ラインで、であれば合格、対であれば不合格である。2級については、合否通知などには表記されないが、チェイス,スコア2150点以上で合格した場合は、2級 A という資格となる。この基準は合格点と同じように固定されている。 一次試験の実施会場としては、協会が指定する本会場及び団体による申し込みで、かつ本会場でない場合に、その団体が設定する準会場5級から2級のみがある。本会場での試験は、日本、アメリカ、ニューヨーク、ロサンゼルス、ホノルル、及びイギリス、ロンドンで行われる。日本では受験者が、 申し込み時に選択した希望受験地をもとに会場が指定され、場合によっては受験者が選択した希望受験地に隣接した地域が試験会場になる場合もある。なお、本会場での試験は原則として大学、高等学校、中学校、専門学校などの教育機関が会場になっており、場合によっては受験する際に上書きを持参しなければならない場合もある。 二次試験は本会場のみで実施される。二次試験の希望会場は一次試験受験の際に選択でき、一次試験とは異なる地域も選択可能である。なお、一級の二次試験会場が設置されるのは、札幌、仙台、新潟、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、広島、福岡、及び那覇のみである。一次試験は、 本会場の場合は6月、10月、1月の日曜日に実施されている2017年1月現在。準会場の場合は本会場と同じ受験日である日曜日のほかその前日の土曜日にも実施される。また団体が中学、高校の場合は金曜日にも実施される。金曜日、土曜日、日曜日の試験、海外試験会場での試験、および2級と 順に級の CBT の試験はそれぞれ他の問題が用いられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。